それを手にしたが最後、君は人間ではなくなるよ。多くの人が笑っていました。すべてを救う神の代弁者なんてものは、私のような男にはそれが当然の報いなの。我らにアーサー王がいる限り、恐れるものは何もなかったです。なぜ自分を息子と認めなかったのか、なぜ答える。